マツダ3ファストバックで今東京都内の一般道を走っているところです。試乗車は 1.8 のディーゼルで最大トルクは十分余裕があるんですが、こうやって走ってて感じるのはいい意味で唐突感がなくて、アクセルペダルの踏み込みに対して自然に力が、望むだけの力が出てくると、そういうセッティングなので非常に滑らかな走りが実現できますし、リラックスして運転することができます。アクセルを踏むと唐突にビュッと出る車がいくつかあって、ユーザーもなんかそれを求めている人は多いようなんですけども、そうではなくって本当に踏んだ分だけ出る、これがおそらく長距離では疲れにくさにつながっていると思います。あと乗り心地なんですが、そんなにソフトっていうわけじゃないんですけども、非常に滑らか、これ加速とも一致しますけども、本当にスムーズに路面の小さい凹凸を吸収して車体を揺れなくしてるっていう、そういう印象があります。これもやっぱりリラックスして長距離ドライブができそうだなっていう、そういう感じを受けます。で、今信号で右折待ちで止まっているんですが、ウインカーをつけてるんですけども、このウインカーの音、非常にこういう音まで耳に心地よく作ってあるなっていうのを感じます。やっぱり本当に細かい部分まで運転を気持ちよくできる、そういう部分を大切に考えて車作りをしているなっていうのを感じます。で、今オーディオは消してますけども、オーディオも非常にいい音で、低音は下の方、中高音のスピーカーを耳に直接届く位置に配置することで、中高音はちゃんとクリアに届きつつ、低音の響きっていうのもちゃんと響かせると、そういう部分までマツダは考えてオーディオを設計したということを聞きました。ドライビングに関するあらゆる部分にこだわりが詰まってるなっていうのを感じます。マツダ3ファストバックで首都高速道路本線に合流をするところです。先ほど街中ではアクセルの操作に対して唐突すぎないということを言いましたけども、料金所からの加速で大きく踏み込むとディーゼルならではの太いトルクですごい力強く加速していくということが分かりました。乗り心地は街中と同じ印象でして、そんなにふわふわとはしていないんですが、非常に揺れないというかスムーズに走ってるなという印象を受けます。で、静粛性もかなりの高いレベルでして、エンジンの音っていうのはアイドリングでディーゼルと分かるぐらいで、走行中はほとんど聞こえませんし、路面からの音、そういったものもうまく遮断していると思います。で、今ステアリングを切ってちょっとコーナーを曲がっているところなんですけども、このステアリングを切ってからコーナーに入っていくっていうこの一連の動作、これもまた加速や乗り心地と同じように非常に滑らかに感じます。エンジニアに聞いたところ、人間が歩いてる時を元にしたっていうふうに言ってました。これ人間が歩いてる時って体でバランスをとって頭が揺れないように歩いているそうです。マツダはそういうことまでなんか研究しててすごいなと思ったんですけども、その考えを車にも入れて4つの足をうまく動かすことで運転している人の状態が揺れない、もちろんこれはシートの設計もちゃんと工夫して背骨が立つように座らせるっていうところもありますけども、それによって滑らかな走りが実現していると、そういうふうに言ってました。で、今首都高速を走ってコーナーをいくつかクリアしたんですけども、まさにやっぱりそういう頭を揺らせない、体を揺らせない走りっていうのが実現できているなっていうふうに感じています。マツダ3ファストバックで東京都内の一般道と首都高速を走ってきました。マツダ3はマツダが抱えてきた鼓動デザイン、それからスカイアクティブテクノロジー、それが新世代になったことを象徴する一台ということです。まさにデザインはそれを表現していると言いますし、走りについても人間の意に沿った素直で自然な走り、そういうことが体感できました。今自動車業界は自動運転ですとかシェアリングですとか、そういった新しい要素が入ってきて、それも否定はしませんが、自分が所有して運転して楽しむ、そういう部分においてこのマツダ3っていうのは今の時点で非常に的確な答えを出しているなと思いました。デザインだけで買いっていう人ももちろんいると思いますけども、ぜひ実際にハンドルを握って走りを確かめてみてほしいなと思います。